フェスティバルページ B91 広場、こちらでですね、本日は5組目の登場となります、先ほどのホルモンさんに続いて、岩手県から、登場参加となります。じゃあ紹介させていただきます。キャストリレーの皆さんです。大きな拍手でお迎えください。どうぞよろしくお願いします。注目というわけで、再びこんにちは。今度はキャストリレーです。楽しんでますか？お隣は岩手県からドンブラコとやってました。というわけで今日はベストベーシストを迎えておりますリュウジ先生です。ほんの数週間前にベースが諸事情により脱退しまして急遽弾いてもらっております。ありがとうございますじゃあリーダーバトンタッチ。ちょっとね、今日の記念を撮るの忘れてました1年ぶりの気仙沼になりますけども、一生懸命最後までやらさせてもらいたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。ですね、本当に実は俺晴れ男なんですよいや本当に野外ライブっていうのは雨が降ってもやる時間はちょっと待つので、晴れるんですけどいつもこの方は40年、多分中止になったライブって1回くらいだと思いますという感じで、お送りさせていただきたいと思いますそれでは、ちょっと今ね、今日はねシャアの曲をメインにやらさせてもらいたいと思いますんで、最後まで。シャアと言ったって別なシャアじゃないです。別なシャアってないよね。ということで、じゃあこの曲を聴いてください。上の方まで行ってしまったと。それじゃあ、煙の聞かないでいい。佐々木さん帰っちゃったね。いいんですよ。また。こうって感じでエフェクト入ってるか入ってないかわかんないんだよね。ちょっと鍵になればいいんだけど、また、こんな、曲入れてください。手振ってください。ろそろ調子も良くなってきたようなんで最後の曲聴いてください。今日はもう最後なんです。今日はジャーの曲を覚えやすいかなということで、リュウジ君に覚えてもらってます。ここで一応次の曲は、自分らの曲やるんですけども、1曲だけ、もしよかったらこの辺にCD 置きますんで1枚だけ1枚じゃないですけど、もしとりあえず5、6枚ぐらいは持ってきてるんで、もしよかったらば差し上げます。本当にデモテープだと思ってください。他にもいい曲で自分で言うのもなんですけどもありますんで、その中から、あんまりねライブで回数やってないんですけども、ちょっと勘違い野郎の曲を皮肉った曲なんで「ノーノーノーキリオバイ」。け戦部門。はい、ありがとうございました。今演奏していただいたのはキャストリレーの皆さんでした。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。